皆さんこんばんは。今週のジオラマ制作人の高見大輔です。昨年の7月からノロノロと制作を続けていたジオラマももう1月も終わり、なんとか来月には完成を目指さなければなりません。ということで今日も休日のスタジオにやってまいりました。先週左側の立体交差部の山とトンネルが完成しましたが、バランス上こちら側にも山を作りたくなりました。今度は単純な構造で済むので20ミリ厚のスタイロフォームを使って手早く山を作りたいと思います。金網とはまた違った削りの難しさがあります。カメラがずれて肝心の手元が映っていませんね。スタイロフォームを2枚重ねて山の原型とすることにしました。土台の方も一旦張ってしまった芝を剥がしておきます。あまりにもグラグラするので固定カメラに切り替えました。こんな感じで土台ができました。土台ができたら下地に色を塗っておきます。アクリル絵の具のイエローウォーカーに多少黒を混ぜて塗っていきます。今度は金網とプラスタークロスの時よりもだいぶ塗りやすい感じですね。あっという間にだいたいイエローウォーカーが塗れてきました。続いてアンダーコートグリーンを塗っていきます。特にこの芝との境目の部分が自然な感じになるように心がけております。はい、だいたいこんな感じになって、乾いたところで草色のターフを巻いていきます。急斜面なのでだいぶ滑り落ちちゃったりしてますね。やはり、斜めにして巻くことにしました。ミニサイズのジオラマならではのメリットですね。これなら巻きやすいですね。結構たっぷり巻いてみます。はい、木工ボンドの薄め液で固着を図っていきます。特にこの芝との境目重要なのでこちらの下側から巻いています。はい、山頂部は平らに戻してから巻いています。はい、こちらの方も木工ボンドの薄め液で固着を図っていきます。スポイトの扱いもだいぶスムーズになってきましたね。はい、巻き終わりました。このままでも草の地の丘という感じで、いい感じにはなったんですが、やはり鬱蒼とした山にしたくてフォーリージクラスターを植えていこうと思います。今回は植える場所に直接シーナリーボンドを塗ってから植えていこうと思います。結構斜面がきついので垂れてきちゃいますね。急いでフォーリージクラスターをちぎって植えていきます。濃い色と多少明るい色を適当に混ぜながら、自然な感じを目指して植えていきます。ちぎるのに結構時間がかかっています。はい、最終的にはこのくらい植えました。頂上付近は輸送の関係で箱にしまうため、諦めています。やはり木工ボンドの薄め液で全体に固着を図っています。はい、糊が乾いていませんがこんな感じになりました。左側のトンネル付近と対比してみましょう。これでレイアウト全体にだいぶ奥行きと立体感が出たと思います。こちらの方の山はだいぶ手早くできました。例によって、カーブ部分は列車の通過エリアギリギリまで植え込んでいる状態です。はい、今週はここまでで、来週は久しぶりに亀戸文化センターでのジオラマ教室に参加しましたのでそのレポートもお伝えします。
お友達のジオラマと連結してミニ運転会もやりました。ご期待ください。